皆さん、こんにちは。ワールドラバーマーケットのやっすんです、えー。今回の卓球知恵袋は。ええー、人。カウンターバックスマッシュ。っていうのをやっていこうかなと思います。えー、この技術はですね。ええー、下げられて、ロビングとか、フィッシュで、こう、しのぶ、防戦。一方の展開になった時の。もう。そこから盛り返すですね。一撃必殺になります。えー、特に。 えー、表ソフトの選手にチャレンジしてほしいなと思います。表ソフトっていうのは回転をうまくかけることが難しいので後ろに下げられてしまうとカウンターバックドライブとかっていうのはできないのでもうどうしても盛り返すことが難しくなっても後ろに下がるとひたすら攻められるっていうイメージがあります。もう後ろから表ソフト挽回すすするるののはは難しいですなのででなここはあのもう一一撃撃必殺でスカッとする一撃を覚えて、まああのー 一か八かになってしまう部分はあるんですけどこういったボールで挽回できたらいいのかなと思いますもちろんですね裏ソフトの選手も後ろからパカーンとカウンタースマッシュを打つことでもう入ったらほとんど返ってこないっていう状態期待できるので裏ソフトの選手もやってほしいなと思いますでは打ち方を説明していきますまず一つ目のポイントは体を入れて バックスイングを引いいてくださいここで体を入れない小手先で打とうとしても絶対相手の攻撃の力に押されるので必ず体を入れて威力ををを出すためにグッててて体を入れてバックスイングを引いいくださ2つ目のポイントは肩から振っていくようなイメージですね肩をしっかり動かして振っていくようなイメージ肩から振ってしっかりと前に振り抜いてください。 ここで手首の力なしでそのままこうやって振ってしまっても前に飛ばす力結構弱いので手首の力で最後力を出して飛ばす。肩から振ってきてしっかりとスイングスピードをつけながら手首で最後パーンと強い球を飛ばすイメージでやると。 いいインパクトが出るのでカウンターののスマッシュの威力が上が上りますでは実際にグッチさんに打ち込んでもらってカウンターバックスマッシュ個人からのカウンターバックスマッシュやってみたのでご覧ください。